近年注目されているのが、この胃にですね、午後の紅茶のミルクティーを入れた状態でエコー検査をすると、より超音波のビームが入りやすくなって膵臓が綺麗に見えるということがあったりしますので、エコーでなるべく詳しく見たい方は胃に飲み物を入れたり、特に午後の紅茶ミルクティーを入れて胃カメラを行ってくれる病院を受診するのもおすすめではあります。おはようございます。今回の動画は見逃すと危険な膵臓がんの初期症状です。膵臓がんは非常に恐ろしいがんで、なんと5年生存率が 10% 未満と言われています。毎年日本人の部位別のがんによる死亡者数の上位を占めているのがこの膵臓がんです。そしてこの膵臓は沈黙の臓器と言われていて、なかなか初期症状に気づきづらく、胃がんとか大腸がんのようにがん検診も確立されていないのが現実です。あの名監督の星野仙一さんやアップルのスティーブ・ジョブズもこの膵臓がんで命を落としました。しかし近年は医療の発達によって、1センチ未満の膵臓がんであったりステージ1の膵臓がんであれば5年生存率は 80% 以上あると言われています。発見される頃には進行していることが多い膵臓がんですが、少しでも多くの方になるべく早期で気づいてもらえるように、今回はとっても大事な初期症状5選を解説します。尿の色だったり皮膚の色、背中の症状が膵がんの初期症状の可能性があります。そして初期症状で気づくことも大事ですが、未病といって病気になっていない段階で膵臓がんのリスクを取り除くこともとっても大事です。ということで、データをもとに膵臓がんのリスクについても詳しく分かりやすく解説していきます。そして他のメディアや YouTube ではなかなか解説されていない、実際に疑った時にどういう病院に行けばいいのか、そしてどのような検査が有効なのか、そちらに関して普段外来で消化器疾患も診療していて膵がんの診療もしている医師の立場から解説していきたいと思います。今回の動画を聞いていただければ、膵臓がんの早期発見や膵臓がんになる可能性を減らせる可能性もありますので、ぜひ最後まで聞いていってください。ということで、まずは膵臓がんの初期症状5選を解説していきます。そして2番目に膵臓がんのリスクになる原因8選をご紹介していきます。そして最後3番目に膵臓がんが不安になって検査に行くときに何かに行ったらいいのか、そしてどんな検査を受ければいいのか、そちらに関して簡単に解説していきます。大事なことをキュッとまとめて分かりやすく解説していますので、ぜひメモを取ったりしながら聞いていただければ嬉しいです。見逃すと危険な膵臓がんの初期症状5選、1つ目がこちら、お腹や背中の痛みです。なぜ背中の痛みが出るかというと、膵臓というのは実は背中側にある臓器なんです。簡易的に書きましたが、膵臓っていうのは胃よりも背中側にある臓器だと思ってください。体の奥の方にあるので、なかなか初期症状が出づらく沈黙の臓器と言われます。そして背中側にあるので、膵臓がんで膵臓に異常をきたした時に背部痛といって背中の痛みを訴える方が多いです。そして背中だけではなくてお腹の痛みになることもあります。強いお腹の痛みを訴えている時は、それは膵臓がんによる膵炎の可能性があります。膵臓っていうのは普段はご飯を食べた時の消化を助けてくれます。口からご飯を食べると食べ物は胃に入って、その後十二指腸を通ります。この十二指腸の部分で膵臓から分泌される膵液という消化酵素が分泌されて食べ物が消化されます。なんですけど、膵臓がんができてしまうと、この膵臓の消化酵素を分泌する管、膵管というんですけど、この管が閉塞、詰まってしまうことによって、食べ物を分解するはずの消化酵素が膵臓自体を分解してしまうことでお腹が痛くなります。それもそのはずですよね。膵臓が溶けてしまう痛みなので、とっても痛いのが特徴です。そして膵臓がん由来のお腹や背中の痛みというのは、体を動かした時に痛くなるような痛みではなくて、黙っていても持続するような痛みです。ちなみに体を動かした時の痛みというのは筋肉とか骨が関係していることが多いです。それでは見逃すと危険な膵がんの初期症状5選、2つ目がこちら、糖尿病を発症したり糖尿病が悪化するタイミングです。これはなぜかというと、膵臓というのは消化酵素以外にもインスリンという血糖値を下げるホルモンを分泌しています。膵臓にがんができて異常が起きてしまうと、膵臓からインスリンの分泌が低下することによって血糖値が下げられなくなるので、血糖が上がって糖尿病が悪化したり糖尿病を発症してしまうということがあったりします。家族に糖尿病がいないのに突然糖尿病を発症した、食生活も全然変えていないのに突然悪化してしまった、健康な生活をしているのに突然糖尿病と診断されてしまった、こういった時に膵臓がんが原因になっていることがあります。でもなかなか糖尿病と診断されていない人が糖尿病の初期症状に気づくことも難しいです。糖尿病の症状として有名なのが、口が乾いてたくさん飲み物を飲む、そしてその分たくさんおしっこが出る、多飲多尿というものです。もし最近やけに喉が渇くし、やけにおしっこがたくさん出るな、そう思った方は糖尿病がないか採血で簡単に調べることができますし、検診でも調べることができますので、ぜひ検査を検討してください。見逃すと危険な膵がんの初期症状5選、3つ目がこちら、
黄疸です。黄疸っていうのは簡単に言うと皮膚が黄色くなることです。どうして膵臓がんになると皮膚が黄色くなるのかというと、膵臓がんっていうのはこちら膵臓の頭って書くんですが、膵頭部にできやすいんです。そしてこの膵頭部っていうのは実は肝臓から分泌される胆汁が合流する部分なんです。ここにがんができてしまうとこの胆汁の通り道も詰まってしまいます。実は胆汁っていうのは私たちの便って茶色いと思いますが、あの茶色の原因はこの胆汁によるものなんです。それが詰まってしまうので、この胆汁が便から出ないことによって体中を巡ります。それによって皮膚が黄色くなったりします。なんですけど、もともと皮膚が黄色い方はそれが黄疸なのか元からなのかわからないと思いますので、そういう時に目の結膜を見てください。白目の部分が明らかに黄色くなっている時は黄疸の可能性があります。その他にもみかんの食べ過ぎで黄色くなることもありますが、黄疸によって黄色くなっている場合は全身が黄色くなったり、そして痒みが出てくるのも特徴です。皮膚に胆汁が蓄積すると痒みが出現してきます。その他には胆汁が全身をめぐって尿から排泄されるので尿の色が濃くなるのが特徴ですので、普段よりも尿の色が茶色っぽくなっている、それが膵がんの初期症状の可能性があります。見逃すと危険な膵がんの初期症状5選4点目がこちら、体重減少です。こちらはあらゆるがんに共通していますが、がんというのは栄養を吸収してもりもり大きくなっていきます。なので食べたご飯から栄養を吸収できなくなって体重が減っていきます。目安としては半年間で 4.5 キロ以上体重が減っている、半年間で体重の 5% 以上減っている、そういう時は病的な体重減少になりますので、ぜひ病院の受診を検討してください。半年で 4.5 キロなので、1ヶ月で1キロペースで落ちている場合は少なくとも体重が減りすぎの状態ですので、一つ目安にしてみてください。見逃すと危険な膵がんの初期症状5選5つ目がこちら、倦怠感、気だるさですね。倦怠感なんて膵臓がんじゃなくても調子が悪い時は皆さん感じますよね。その通りで、ここで言いたいことは膵臓がんの初期症状はなかなか気づきづらいよということです。今回のお話は膵がん診療ガイドライン2022を参考にして動画を作成しています。そして今挙げた膵がんの初期症状5選というのがこの診療ガイドラインにも載っていた膵がんの初期症状です。腹痛は膵がんの方の 32% に認められています。そして黄疸は膵がんの方の 18% に認めています。糖尿病が悪化している方は 6%、 背中の痛みが出ている方が 6%、 食欲が低下したり体重が減る方が 4%、 そして倦怠感を訴える方が 4% なんです。腹痛は 32% と多いですが、それでも 50% を超えません。膵がんは見つかった時には進行していることも多いので、やっぱり何かおかしいなって思った時に病院に受診して相談することこそが大事だと思っています。実際にガイドラインにも膵がんは初期症状がないことが多いと明記されています。いろんな動画で初期症状の話がたくさんされていますが、必ず初期症状があるわけではないということをしっかり念をさせてください。それでは次に、どういったものを改善すれば膵がんになる可能性が減らせるのか、そちらについて解説していきます。膵がんのリスク8選1つ目が家族歴です。家族で膵がんの方がいれば膵がんの可能性が上がります。実際に膵がんが見つかった人の 5-10% は家族歴のある方と言われています。血のつながったご家族に膵がんの方が2人いればリスクは6倍、3人いればリスクは30倍とも言われています。そういった情報が早期発見の鍵になることがありますので、ぜひ医師に話すようにしましょう。膵がんのリスク8選2つ目がこちら、遺伝性です。こちらが最もリスクが高いと言われていて、遺伝性に膵臓がんを発症する人がいます。そういった方は膵がんのリスクが約53倍から83倍と言われています。膵がんのリスク8選3点目がこちら、 IPMN というものです。聞き慣れない方も多いと思いますが、簡単に言うと膵臓にできる水たまりだと思ってください。形や種類は様々ですが、膵臓の管にこういった水のたまりが溜まっている、これが IPMN です。なんとこの IPMN は 20% から 30% の確率でゆっくりがんに進行すると言われています。そしてこの IPMN を持っている方はこれ自体じゃなくても膵がんの発症のリスクが上がると言われていますので、3ヶ月ごと、半年ごと、1年ごとなどお腹のエコーの検査やCT 検査でがんにならないかしっかり見張ることが大事と言われています。膵臓がんのリスク8選4点目がこちら、喫煙です。ここからご紹介するリスクは自分でリスクを減らせることもできるものですので、ぜひ参考にしてみてください。喫煙は肺がんや胃がんのリスクになることは有名ですが、膵がんのリスクにもなるんです。1日40本以上吸っている男性は膵がんのリスクが 3.3 倍とも言われていますので、ぜひタバコの本数を減らしたり禁煙することを検討してみてください。膵がんのリスク8選5点目がこちら、飲酒です。
アルコールを1日に大量に摂取する方は膵がんのリスクが 1.2 倍になると言われています。大量にというのはどのぐらいかというと、缶ビールや缶チューハイ、そして缶のハイボールでいうとだいたい 350ml 缶2本までがギリギリです。2本を少しでも超えた場合はリスクが上がる量と言われています。日本酒で言えば1合まで、焼酎は度数が高いので1合でも量が多いと言われています。純アルコールで 37.5 が目安ですので、自分で飲んでいるお酒のアルコールのグラム数を検索してみて、自分が飲みすぎていないか確認してみてください。膵がんのリスク8選、6点目がこちら、肥満です。 BMI が35を超える方は膵臓がんのリスクが 2.61 倍と言われています。 BMI というのは体重を身長で2回割った値で、注意するのが身長はメートルで換算するので、例えば50キロで150センチの方であれば 50÷1.5 割る 1.5 です。これが35を超える方はリスクと覚えておいてください。特に注意が必要なのが、幼い頃肥満だった方っていうのは膵がんのリスクが優位に上昇すると言われています。相撲の井筒親方や九重親方が膵がんで亡くなったことは有名ですが、お相撲さんというのは小さい頃から体重を増やして強くなっているので膵がんのリスクが高いと言われています。膵臓がんのリスク8選、7点目がこちら、糖尿病です。実は糖尿病の方が亡くなる原因で最も多いのが悪性腫瘍がんなんです。そして膵臓がんを患った方の4分の1は糖尿病を患っていたというデータがあります。つまり糖尿病の方っていうのは膵臓がんに約2倍なりやすいというデータがありますので、糖尿病を予防すれば膵がんのリスクを減らす可能性もあります。膵がんのリスク8選、8点目がこちら、慢性膵炎です。慢性膵炎とは腹痛と肺部痛が膵臓がんで起こると説明しました。膵臓から出す消化酵素が膵臓自体を消化してしまって膵炎、膵臓に炎症が起こります。慢性的に膵臓に炎症が起こるのが慢性膵炎です。慢性膵炎の方っていうのは実は膵臓がんのリスクがとっても高くて、そのリスクはなんと13倍とも言われています。そして慢性膵炎のリスクとして飲酒が有名ですので、この飲酒量を抑えることで慢性膵炎、そして膵がん自体も予防できますので、ぜひお酒の量が最近増えているなと思っている方は注意をしてみてください。その他確固たるデータはありませんが、興味深いデータとしてはピロリ菌に感染している人は膵臓がんのリスクが高い、血液型が O 型の方は膵臓がんのリスクが低い、コーヒーをたくさん飲んでいる方は膵臓がんになっている人が少ないというデータがあったりしますが、これらに関してはデータが少ないので確固たるものではありませんが、ぜひ参考にしてみてください。それでは最後に、膵臓がんが心配になった時に何かに受診すればいいのか、どういう検査があるのか、最新の検査法はあるのか、そしてとあるジュースが早期発見に有効と言われているので、そちらに関して解説していきます。実は皆さん膵がん検診がないのをご存知でしょうか。実はアメリカでも予防医学専門委員会というものがあって、膵臓がんの検診をむやみやたらに行うことはメリットよりもデメリットの方が大きいと言われています。なのでこの動画で解説した初期症状があったりとかリスクがある方に対して検査を行うことが推奨されています。じゃあ一体どのような検査をするんでしょうか。大事な検査は2つです。エコーの検査と CT 検査です。あれ、血液検査で腫瘍マーカーっていうのがあるけどそれは参考にならないのって思った方、もちろん血液検査の腫瘍マーカーというのは参考にはなりますが、早期発見には向いていません。 CA99 という膵臓がんでよく使われる腫瘍マーカーがありますが、実はこれはステージ1の初期の膵臓がんであった場合 55.6% の方でしか陽性にならない、上昇しないと言われています。なので半分近くの方は初期ではこの腫瘍マーカーが上昇しないので、これが異常なかったからといって安心できるわけではないということに注意しましょう。有効な検査でまず第一におすすめしたいのがエコー検査です。これは放射線の被曝もないですし痛くもない検査です。超音波をお腹の上から当てて膵臓を見る検査ですが、膵臓の前には実は胃があるので胃が邪魔をして膵臓の全体が見えないこともありますので、このエコー検査で異常がないからといって膵臓がんがないっていうことはできません。なんですが近年注目されているのが、この胃にですね、午後の紅茶のミルクティーを入れた状態でエコー検査をするとより超音波のビームが入りやすくなって膵臓がきれいに見えるということがあったりしますので、エコーでなるべく詳しく見たい方は胃に飲み物を入れたり、特に午後の紅茶ミルクティーを入れて胃カメラを行ってくれる病院を受診するのもおすすめではあります。ということで最初にまず膵臓がんが心配になった時にはお腹のエコー検査をできる病院の受診をおすすめします。いきなり大学病院のような消化器内科の専門家のいる先生のいるところに受診するのはなかなか難しいですし予約も取りづらい。
そしてそういった大学病院っていうのは実は診断をするよりもより高度先進的な抗がん剤だったり治療法検査を行う施設ですので、まずは体の不調をしっかり聞いてくれたりエコーの検査ができる皆さんのかかりつけの先生であったり近くの消化器内科を標榜しているクリニックに受診してご相談するのがいいと思います。そして膵臓がんが疑わしい時はより専門的な病院に紹介してもらったり、エコーではなかなかわからない時には先ほどご紹介した2つ目の検査 CT 検査をお勧めします。ここで1点注意点があるんですが、 CT 検査というのは大きな輪っかの中を横になってくぐっていく検査なんですけど、造影剤というものを使った CT 検査が膵臓がんでは推奨されています。造影剤という薬を血管の中に落としてその状態で CT の輪っかをくぐる。そうすると体の中がより詳しく見えるということです。しかしこの造影剤というのは腎臓が悪い方やアレルギーがある方には使いづらく危険な薬でもありますので、必ず主治医の先生と相談して使うかどうかを検討してください。ですが膵臓がんが疑わしい場合はこの造影剤を使った CT 検査でないと正しく診断できませんので、どうせ CT 検査をやるんであれば放射線被曝のリスクもあるので、しっかり1回で見れるように造影剤を使った CT 検査をお勧めしています。もちろんこのエコーとか CT 検査は完璧ではありませんので、それでもはっきりしない疑わしい場合はより専門家の病院に行って MRI の検査を受けたり、胃カメラを入れてより近いところから胃カメラの先からエコーを当ててエコー検査で見たり、生検といってそのエコーで見て胃カメラから膵臓の組織を一部取ってきてそれを詳しく見る検査をしたり、そういった精密検査に移っていきます。何はともあれまずは膵臓がんの初期症状ではなくて他のがんの初期症状の可能性もありますので、しっかり体の症状を聞いてくれたり最低限採血やエコーの検査ができる病院に受診することをお勧めします。いかがでしたでしょうか。今回は見逃すと危険な膵臓がんの初期症状5選、リスク8選、そして膵臓がんが心配になった時にどのような病院を受診したらいいのか、どんな検査があるのか、そちらに関して詳しくそして分かりやすく解説していきました。長い動画でしたが最後まで聞いていただいてありがとうございました。最後に復習です。膵臓がんの初期症状5選、お腹や背中の痛み、皮膚が黄色くなる黄疸、糖尿病を発症したり糖尿病が悪化する、体重が減っていく、体の倦怠感がある、そして初期症状がないこともあるということを強調しました。そして膵臓がんのリスクには膵臓がんの家族がいる、遺伝性の膵臓がんの方がいる、 IPMN がある、タバコを吸っている、お酒を飲んでいる、 BMI が35を超えている、糖尿病がある、慢性膵炎を患っている、これらを挙げていきました。糖尿病が心配になった時にはかかりつけの先生や近くの内科や消化器内科のクリニックに受診してまずはエコーの検査を受けることをお勧めしました。そしてその次にお勧めしたいのが造影剤を使った CT の検査です。血液検査も有効なことはありますが腫瘍マーカーが上がっていないからといって安心できないということもご説明しました。早期発見が難しくなかなか予後の悪いがんですが、ぜひ今回の動画を参考にしてもらってリスクが下がったり早期発見できる方が増えることを祈っています。これからも明日から健康になれる情報を医師の立場で分かりやすく簡単に解説していきますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。そしてグッドボタンでもバッドボタンでもいいのでこの動画を評価していただければ嬉しいです。そして質問や今回の動画の学びをコメント欄でアウトプットしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。